川崎フロンターレ対湘南ベルマーレの神奈川ダービーをお楽しみいただきます。前でパリクです。背後に出します。さあ抜けてきました。大橋シュート、よかったですね。はい、佐々木のプロマルシーのコントロール、後ろからシュートだ。コードのフィニッシュでした。コードはそこを気にしてますが入れてきました。ファーサイドヘディング、また町の2000連発、町の。まあ、体つけられてましたけども、頭一つ前に出したっていうシーンですかね。はい、ハリク追い越してきました。石原、待ってましたよ。石原クロスヘディング、池田の頭、0対2リードを広げました。いやー、いいとこ行きましたね。おっと、奪った。3対1大橋、左を使った、町野だ。湘南今季初の3得点。でプラスサポートもいて、町野も落ち着いてきましたね。はい、3得点がなんと王者相手。さあこれもチャンス、大橋、タリクが来た、タリクだ。連続ゴール、湘南なんと0対4。ショートカウンターですから、いや、水沼さん、想像もできない展開になりましたね。いや、本当ですね、一気ですよね。はい、6分間ぐらいですからね。宮城天です。宮城、切り返した、宮城打った。試合終了、ファイナルスコア0対4。